こんにちは。昔、私はドミノのピンの大きさによる速さの違いを調べた動画を上げたのですが、今回は同じピンを使った時のピンの感覚による速さの違いを見てみます。今回使用するピンはこちら、日本ドミノ協会公認のドミノパイです。材質は、ポリスチレン、ABS 樹脂、ポリプロピレンですが、含有率はわからないので、摩擦係数は、この3つの素材の平均値をとって、静止摩擦係数を 0.48、動摩擦係数を 0.44 としました。検証方法は至って簡単、間隔を変えて並べて、倒す。今、こんな感じに左から順に幅を1センチずつ大きく広げて並べています。そして、こんくらいの勢いで最初のピンを倒します。というのも、最初のピンを優しく倒しすぎると、1センチの幅でも2個目が倒れなくなったり、最初の方の加速度が変わってくるので、あらかじめ決めておきます。ということで、最初に倒す勢いで、ドミノが全部倒れるまでの速さは、微妙に違う。まずは、約1メートルの長さに、ドミノを並べて速さを見てみましょう。わかりましたか？スローで見ていきましょう。間隔2センチと、間隔3センチが序盤は速いですね。徐々に間隔1センチが追い上げてきました。間隔2センチの優勝です。これを見て思うのは、1メートル走の場合、間隔が狭いほど速いけど、狭すぎてもダメということですね。でも、最初倒す勢いによっては、その限りではありません。それに加えて、摩擦係数も倒れる速さに影響を与えることが裏でやった実験でわかりました。今回は条件を固定しているので、その条件で1メートルを最も速く倒すピンの置き方を探してみましょう。よく見ると、幅1センチと幅3センチでは、幅1センチの方が速いので、幅1センチと2センチの間に最速の幅があるはずです。ということで、間隔を1ミリずつ広げていきました。これを一気に倒してみましょう。わかりましたか？どうやら、間隔 1.7 センチが早かったようです。ちなみに並べたピンの数はご覧の通りです。ゴールの位置が違うのは、1メートルのラインを超えた位置に最後のピンを置く、というルールでピンを並べたからです。その点で損得がありそうですね。ルールによっても、速さは違うかもしれません。ここまでの検証は、長さが1メートルで短いので、最初の加速が重要になりますね。今度は、ドミノが等加速度運動になった時、どんな幅が速いのか試してみましょう。左から幅5ミリから2センチまで1ミリずつ広げていき、最後の2つは幅3センチと4センチです。これを20メートルのドミノにして倒してみましょう。今度は幅5ミリでも倒れる勢いで最初のピンを倒します。わかりづらい速さの違いも20メートルも行けば差が顕著に現れてわかりやすいはずです。ではどんどん見ていこう。一旦ここで一時停止してみます。真上から見るとわかりやすいですね。どうでしょうか？どうやら、今回の検証では、8ミリ間隔で並べれば、速いっぽいです。間隔が狭ければ狭いほど速いわけではなくて、面白いですね。結論、そんな正確に並べれない。